はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。ARIKEN。N は1個、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン！FNCS 予選第1回目見ていきましょう。予選を通らなきゃグランドファイナルも進出できない。レッツゴー。まあとりあえず1試合目どこが勝つか。さあ予選でもブイブイ言わせるこのワイルドホークさん、戦1回目2回目連続で1位を取って、こいつが最強なんじゃないかという呼び名がね、とても今高いこの。さあ現在キルも取った状態で、さあ横から射線を通してリフレッシュを狙いに行くわ。ワイルドホーク、ここは下に落ちて、さあスタックしてるところやられてしまった。さあ横のフラムさんはさあどこまでいけるか。さあ一旦人数不利があるので円外に出て回復しながら目の前の物資を取ろうと企んでおります。さあしっかりと8-4をかけながら回復して、さあ目の前の物資を取って、さあ次のアンチに向かっていきたい。さあ一応スパイダーマンがあるので移動はできる。さあハイグラウンド的に一発撃ったが、ここは外してしまう。さあ今の一発外したら変わってた世界もあったかもしれません。しかし第1試合目から4位3キル。さあここはハープンガンで落とされて、さあフラムさんやられていく。さあワイルドホークたちを教えて、さあ倒してハイグラをキープ。さあ目の前105カット28カットさあ敵を全部倒して、さあアンチ外に行く敵にしっかりと決め打ちして、さあここも勝っていきます。さあクラッチキングラギスデュオになって、そのクラッチ力を世の中に知らしめている。さあ残り16人。さあ横から出てきた、さあやつを、さあ倒していきたい。どっかでリフレッシュを入れていきたい。さあメイシンフィッシーがいいところで射線を通しているが、ここはなんちゃらウォールでさあガードされている。さあラギス、ここは早めにさあ資材を取りに行って他の敵も倒していきたい。さあもう一人アンチ外にいるがどうなる。さあ残り12パーティー。さあ後ろから誰かが突っ込んできた。メイシー持っていかれて、さあ一人で誰だ誰がクラッチした。さあ PXA プリップがまさかのラギスとメイシーをダブルキル。さあルルのチームザゴーが一人ハイグラで生き残っている。さあ残りは 1v1 か。さあ一度アンチ外に出て、さあ魚を食べてアンチ外ムーブをしていきたい。さあ一人ジェンのカッキルが入って、もうミニポーのも時間もないので、ここはアンチの中に入んないといけない。さあワンチャンあと一発、うわ惜しい。さあその差 15HP、 サブマシンガンの弾があと一発入っておけば勝っていました。さあ目の前開けて、さあ後ろに引いている。さあワイルドホークたち、これめっちゃいい場所だな。これ戻りアンチで最先端。さあこっからはリフレッシュタイムです。リフレッシュタイム突入。さあ目の前のバモスステラを倒してリフレッシュしていきたいが、残り HP ないバモスレッツを倒していきたい。横からこんにちは、資材をリフレッシュしていく。さあ横からもう一人出てきたが、ここは落ち着いて、さあ味方と合流を図ります。うまい、そこちゃんと後ろに下がれんの偉いわ。さあ前の方一気に走って、さあローグラをゲット。ローグラが強いぞこれ。2位は硬いな、このままいければ。さあしかし残り資材が25枚。さあどこかでリフレッシュ TV、 資材が360個落ちてた。わっ、資材が増えたぞワイルドホーク。さあそいつらを買っていきたい。さあ目の前27ダメージ、さあカスダメだが、サブマシンガンで一気に削って、さあしっかりと倒していく。さあピナを倒して資材も増えるでしょう。目の前モンスター油断しているところ、ワイルドホークしっかり刺していく。うますぎ。さあ味方もしっかり生きている。アンチダメージを食らっているが、チャグスポーツ使って、さあ目の前もサブマシンガンとショットガンで詰めていく。うますぎ。残り6パーティー。さあ現在6キル81ポイント、2試合目で81ポイント。さあ予選から最強と言われたチームが本当に最強だぞ。さあワイルドホークもデカポン飲む時間が欲しい。これリロードして一旦デカポン飲んでいきます。さあ残り5パーティー。さあ目の前降りてきたやつ、ここはサブマシンガンで突っ込んで資材を買っていく。上のやつにもしっかりヘイトを向けているが、これは上のスイッチの方がダメージを出している。さあアーマードウォールで崩されないようにしっかりと。さあ下の方もアーマードウォール使ってますねこれ。さあ一気に降りて、さあ倒しに行きたい。残り人数2パーティー。さあ下降りて横から射線を通しに行きたいが、ここは2人のさあコンビネーションで一気にやられてしまう。さあ回復アイテムもないので突っ込んでいくしかない。さあここはワイホー突っ込まれてる。逆にうますぎ。これはいや、いやこれはうまい。ワイホー
さあもう右の一人は無視して左の敵だけフォーカスしに行ったワイルドホーク、そのおかげで勝てたぞ。さあ目の前に敵がいるのは分かっているワイルドホーク、ここはまさかのやりに行く判断。さあクラムさんが中に入って、ワイルドホークもさあ一人落としている。さあ回復アイテムチャグスプが6個になった、でかすぎる。一旦アンチガイムーブもできます。さあ目の前に敵倒して、残り一人も倒している。いや美味しすぎ。さあ多分クラムさんが多分資材は取れている。さあスパイダーまで移動しながらカッキルも入る。さあワイルドホークの資材が残り2枚1枚。さあやられてしまうが残り1人、クラムさんがスパイダーマンを使いながら華麗に移動している。さあ横を移動している敵にやって肉ダメだが、ここは倒しに行く。バイキンさんをゲット、カッキル入れて、さあ出てきた資材を使って、さあアンチ移動。さあフラムが一人でさあ頑張っている、キルも取っている。さあスパイダーマンも残り1個、あと1回だけ移動できます。さあしかしフラムここは無理せずにスパイダーマンでしっかり強い場所を取っている。さあ残り試合31枚落とされて、ここはレーザー食らいそうだがしっかりと生きている。アンチギアムーブ、さあ目の前的にやっていくが、ここは逆にルナのレーザーで落ちていってしまう。さあペポルナもハイグラで生き残っている。残り世代26枚、スパイダーマンも残り4つあるぞ。さあアーマードウォールがあるので、ここは思ったようにさあダメージが通らない。さあ残り 2v2、 さあ純粋な 2v2 です。さあルナペポ、まずはペポが下に落ちてショットが一発打つが、逆にゴリ押しされてやられてしまう。さあ残ったのはルナ、 HP がないやつから倒していきたい。まずは1人、さあ活気が入ればワンチャンぞ。さあ無理やりにでも貸し切り入れていって、さあアンチガイ耐久ができるか、食べる暇がない。さあここはエロザーが勝っていきました、おめでとうございます。さあアサツライフルで射線を通してダメージを取りにいっている。さあ現在84ポイント。さあここもヒルポ取って資材を回復していく。さあ上からサンマシンガンの雨が降ってくるが、さあなぜか生きてるリムル。さあ目の前の一人を倒していく、バイキンさんを出して HP 回復、資材も増えた。チャグス使って後ろで逃げ遅れている。さあコラヌヌマウスを倒して、さあローグラに降りてローグラも倒して、もう一人も倒していくか。さあ順位がどんどん上がって11キル目ワンボックス入って、やりきれればでかいぞ。うわー惜しいけど11キル、114ポイントまでいった。これワンチャン出たよこれ。さあこんにちはショットガンで、いやここ2キル取りたい、もう1キル取りたい。さあしっかりとカッキル入れて、さあチリチャグ使って109ポイント。さあしっかり倒して、ブユリリさんがしっかり倒している。あワンチャンある。さあキルが取れなきゃしんどいぞ。さあ残り11人。さあ目の前落として1キル取って、さあキルポ3ポイントゲット、でかすぎ。資材も取って、えワンチャンあるこれ。さあストライカーショットガンにして安定性を求めます。さあクオリファイ決めれるのかこれ。さあしかしペポもめっちゃ倒してる。さあローグラ降りて、さあ目の前ワンボックス倒したらでかい、マジででかい倒したら。さあ一人ブユさんが落として、ルリ落としている。さあカッキル入れて、ウィキシーにカッキル入れて、資材も増えた。えマジであるくないこれ。ええマジであるよこれ。さあ目の前うますぎ。さあボット落として、さあ現在9キル目、123ポイント。いやでも微妙な数字、もうちょい稼ぎたい。さあ回復勝負もできる、一段上に上げて、さあ上は上でやり合ってくれている、これはでかい。さあ逆に上にヘイトを向かして、さあチャグスパもこれ全部使いましょう、全部使っていく。さあ横から、さあ誰かが来てるが、これで順位が上がる。さあ純粋な 2v2、 さあチャグスパを使っておきたい。そうね、使ってさあ目の前降りてきたところ、勝者やれるか。えこれ、え131、いやわかんない、えちょっと待って、わかんないわかんないわかんない。さあ終わりました。さあ8位までがグランドファイナル確定です。さあ FNCS 予選1位。
グランドファイナルクオリファイを決めたチームはこちらです。オーマイガー、すごシュンシャン、すごマジか、いけるんだあそこから。うわー、ペポたち惜しい、1キル差、うわ悔しい、くそ悔しいなー。さあ一旦終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございます。それだけはこの辺で終わりにしたいと思います。それでは最後はコメント欄またなで埋めてください。お疲れ様でした。またな、バイバーイ。アップ。いやーしゅんちゃんすごいね、これすごいわ、これはちょっと褒めに行くわ今から。最近さ、ちょっと唇が乾燥しちゃってさ、みんなちょっとごめんね。ちょっと一回あの鏡がないからさ、ごめん、 OBS 使わせて一回、鏡がないからごめんね、ひげ汚いよね、ごめんね、ごめんね、ちょっと鏡がないからごめん、ちょっと、いや鏡があればね、ちょっと OBS 使わないけど、ごめんね、鏡がなくてさ、鏡がねえからよ、 OBS しかねえんだよ俺鏡が。ごめんね、みんな目つむってた、ごめんね、もういないよ、もうお化けいないよ、もうお化けいないよ、みんな大丈夫だよ、お化けいないよ、お化けいないなったよ、もうないなったよお化け。